どうもひじきです。今日もグリーンピースの水耕栽培の様子をお伝えしていきます。こんにちは、まめおです。みんなおはよう、まめこよ。すっかり1日で 2,3 センチぐらい伸びてますかね。この生命力素晴らしいですね。今日お話しするのはですね、グリーンピース本当は生で食べるとめちゃめちゃうまいよという話でございます。この水耕栽培なのに食べる話しますね。食べないんですけどね、この豆子と豆は。私がちっちゃい頃とか給食に出てくるグリーンピースとかね、あのシューマイの上に乗っかってるグリーンピースとか美味しくなかったですよね。まずい、こんなうまくない食べ物野菜があるのかと思ってましたけど、今のね八百屋さんで働き始めてから、この春先に出てくる生のグリーンピースを調理して食べたらめちゃめちゃうまかった。めちゃうまい、めちゃうまいです。全くパッサついてないし、豆のふくよかな香りと味があってね、あれこんなに美味しいんだと思いましたね。なのでグリーンピース嫌い、美味しくないっていうね方、ちびっこもぜひこの旬の時期、春先の生のグリーンピースをねゲットして食べていただきたいなと。全然うまいじゃんみたいなふうに思っていただけると思います。飾りじゃないんだよと。彩りはね素晴らしいですけど、美味しくないっていうあのイメージはねちょっと覆したいなと。めちゃめちゃ集約晴れる、そんな存在感がグリーンピースエンドウ豆にはございます。ちなみにね、あの豆の見た目はスナップエンドウと結構似てます。スナップエンドウご存知ですかね。あのさやごと丸ごと食べるアメリカ生まれの、お野菜なんですけど、これとはね似てるんだけど、もうちょいね色が濃くて、ごつっとしております。食べるときは要注意だぜ。ではまた会おう。豆子と豆は食べないけどね。